軽いもんブログ。今日のお昼はこちら、パリパリ麺のサラダ。最近ね、食べ過ぎなんで野菜を食べて痩せたいと思います。でもなんか意外にカロリーが低いのかなと思っても、333カロリーもあるんですね。これ意外にカロリーありますね。333カロリー、まあ多分大丈夫だと思いますが、本当こういうものを食べて痩せていこうと思います。ではいただきたいと思います。あ、でもこれに入ってるマヨネーズとドレッシングは使わないので、なんとなくもっとカロリーは低いような気がします。ドレッシングはこちら、和風ドレッシング、こちらをかけていきたいと思います。ごちそうさまでした。帰りにガソリンを給油と入金をして帰りたいと思います。なんだかんだもう18,540キロ、まだ1年経ってないんですけどね。まあなかなかの走行距離です。でもいつもに比べたらやっぱりあんまり会社行ってないから、そんな距離は伸びてませんね。はい、億万ターン入りました。じゃあ帰って何かをしたいと思います。基本ができないね。なんか音が本当綺麗じゃないよね、これ。やっぱり押さえ方が悪いんだろうね。よくわかりません。今日のだるいもんのギタートレーニングは以上で終了。全然上手くなる気配がありません。いやー、ギターって難しいわ。まあまた明日も練習したいと思います。今日はこの辺で終了。ではまた明日か明後日かに会いましょう。ではでは。